はいどうも、車買うチューバーワンソクチューブです。今回はですね、納車されて3ヶ月半ぐらい経ちましたゴルフ 8R ラインということで、こちらを5段階評価、いつものね、エクステリアと内装、そしてユーティリティ、走り、そして総合のおすすめ評価、5項目評価、ね、してみたいと思います。今日もね、ちょっと遠くまでロングドライブに来ています。給油後もうすでに350キロぐらい走ったんですけど、まあ乗り味は快適ということで、全体的にはね、もう走る、曲がる、止まるの項目には満足していますが、果たしておすすめ度はどのぐらいなんでしょうか。まずエクステリアの、納車3ヶ月半の、満足度、評価してみたいと思います。こちらは80点という感じですね。まあこのゴルフ8はですね、私先代のゴルフ 7.5 と、7の、まあ、途中でマイナーチェンジして 7.5 になった、通称呼ばれていた後期型の、ゴルフ7のハイライン乗ってたんですけれども、そのゴルフ7から比べてもですね、よりフロントの、デザインとかは低くシャープになったなと。まあ本当に正常進化、まあゴルフって代々キープコンセプトで、フルモデルチェンジをしていますけれども、今回の8も、まあ、フルモデルチェンジで、まあ、キープコンセプトながらもですね、よりシャープになったなという印象がありました。まあ、フロントは結構変わった感じがあったんですけども、逆にですね、リアは相当キープコンセプトだなと、まあ、パッと見そんなに変わった感じがしない、一部ちょっとリアコンビネーションランプの形状が変わったというぐらいで、あんまり変わった感じもしなかったんですが、まあ全体的に低く構えたプロポーションかっこいいなと。でこちらの初期型の R ラインはですね、まあよく CM とかで使われているような18インチのタイヤ&ホイール装着されていなくて17インチなんですよね。なので見た目という面ではまあちょっとネガになるかなと思ってたんですけど、まあこれでも十分思ってたよりはかっこよかったというところで、ホイール履き替えようかなとかもちょっと思ってたんですけど、まあ乗り心地も勘案してですね、あとまあ余計なコストがかかるということで、タイヤごとね買わなきゃいけなくて、交換したホイールをまたどっかにメルカリとかで売ったりとかするのもちょっと面倒くさかったんで、もう17インチのままでいいやということで、ちょっとホイールは履き替えませんでした。なんか30万ぐらいでディーラーさんで用意してくれるという、ちょっとかっこいいホイールとかもあったんですけど、まあ追加で費用発生させなくてもいいかと思ったところで、乗っていてもですね80点はつけられるかなと思います。でじゃあ減点分の20点どこなのよというところなんですが、まずですね、やっぱりこのリア あのダミーマフラー、もうあれだけは本当にこれだけでマイナス20点っていうぐらいな感じなんですけども、まあ、まあダミーマフラーはちょっともう特にアウディとフォルクスワーゲンとメルセデスはダミーマフラー多いんですが、まあいかにもいかついバンパー一体型マフラーに見えるけど、まあその実は本当にデザインのための意味のない、機能性のないマフラーのような形っていう感じになっちゃってるんで、あれはねもうなくていいだろうなって思います。まああとはですね、まあその18インチがプロモーションで使われているのに、まあ初期モデルは17インチしかなかったと。まあフォルクスワーゲンあるあるなんですよね、初期モデルはなんかいろいろつかないみたいなのがあってですね、今回はないよねって一応確認はしたんですけど、いやないと思いますって営業さん言ってたんですが、まあ案の定初期ロット以降のモデルはですね、テクノロジーパッケージと、まあ、5万円ほど値上がりますが、18インチタイ&アルミホイールが、まあ、付けられるというような状態になってるんで、まあ、5万円で18インチにインチアンプできるんだったらそっちの方がまあいいよなとは思うところで、まあ、その初期型の宿命みたいなところの、まあ、減点分を含めてですね、80点とさせていただきます。まあでも全体的にはかっこいい部類に入ると思いますんで、まあゴルフ乗ってて、まあこれがね、まあいわゆるまあ国民車みたいな感じの、ま
超絶スタンダードだったと思いますけれども、今まではね、あのフォルクスワーゲンの中では、まあ、最近はゴルフよりティクロスとかの方が売れてしまっていてですね、まあ時代の流れで、まあ、こうハッチバックみたいなとかセダンみたいなものからですね SUV にどんどん人気が移ってるんだろうなとは思うんですが、それこそ、T クロスとかティグアンの方が多分売れてるんじゃないかっていうぐらい、ゴルフとかポロとかあのあたりはそろそろこう役目を終えるというかですね、トレンドから少し外れてきているのかなという感じがしなくもないですね、うん、まあでも見た目はやっぱり低くてかっこいいというところも込みで、まあ80点とさせていただきます。続いて内装なんですけれども、内装の得点は70点いくって感じですよね。結構今回の内装に関してはちょっと言いたいことは多いという感じですね。質感の面に関してはそれほど悪くはないんですけれども、まあ言うてもこのゴルフ8の R ラインって420万とか結構したわけですよ。でもやっぱパワーシートの設定がない、これは結構痛いところかなと思います。でレザーシートとかのオプションもないですし、まあ、どうやってもパワーシートはつけられないと。300万円台で収まるぐらいだったら、まあ、なくてもしょうがないかっていう気がするんですが、まあ、R ラインで400万超えてきてパワーシートもつかないのかっていうところはちょっとがっくりくるところ。そして一番の減点部分は、まあ、ナビですね。もうこれはもう正直ポンコツと言わせていただきます。もうかつてここまで、ナビが使えなかった車ってないんじゃないかっていうぐらい、だからもう本当にナビレスとして売ってカープレイで、案内するというような、なんかある意味フランス車的な、感覚で乗るんだったらいいかもしれないんですけど、ナビのディスカバープロの料金も払ってここまでちょっと使えないとなんなんて思っちゃう。もう藤井風かよっていうぐらい、もうなんなんて言いたくなるぐらいちょっと今回のナビはひどかったですね、うん、一番ダメだと思う点は高速略図が表示できないということで、ルート案内中とかですね、あとはまあ高速に乗ってる時に次のインターが何だか分かんないと。でサービスエリアがどんだけ先にあるのかも分かんない、まあ、高速略図ってあのインターがこう並んでるあの図ですよね。あの何キロ先に、どこどこインターとサービスエリアがありますみたいなのがこう出るじゃないですか、高速に乗ると普通はね。で出ないと。その代わりに全く役に立たない、あの登録した記憶もないなんかよくわかんない駐車場とガソリンスタンドとかだけが出るっていうような全く謎仕様になってるんですよね。これにちょっと正直ナビ料金を払いたくないっていうぐらい、ちょっとかつてないぐらい、もう前の言うたらディスカバープロの方がまだマシだったっていう感じですね。で案の定、今回地上の段階では駅とかのランドマークはようやく出るようになったんですよ。前のディスカバープロももう大概ポンコツで、駅名入力してもランドマーク検索ができないぐらい本当に出なくて、マップコードを入れるとか住所で入力するとかそういう検索方法しかなかったんですが、今回も施設名で検索が、まあ、ほぼ前よりは少し良くなってるんですけど、まあ、できないと、まあ、言うたら旅行に行く先の宿の名前が出ないと。しかも候補履歴に、検索履歴ですか、変換予測に名前は出るのに目的地が出ないとか、もうちょっと意味がわからない状態になっていてですね、もう今回のこのディスカバープロももう大概ダメだなっていう。あとまあいろいろそのなんか縮尺が勝手に変わっちゃったりとかですね、まあなんか設定した記憶のないめちゃくちゃ縮小された画面に変わっちゃったりとか、わけがわかんない、ちょっと使い勝手でですね、もうちょっとこれはあまりよろしくないですね。これでほぼ20点減点と、言っていいと思います。でそれ以外はアンビエントライトがついていたりとか、あとまあ
手に触れる部分がソフトパッドになっていたりとか、まあセンターコンソールのとことかは結構カチカチ感があるんですけど、まあ、あの先進的な、あのだいぶボタンが少なくなってすっきりとした、インテリアにはなってるんですけど、あの大部分がこうタッチ操作になっちゃったんですよね。なので、5タッチ多すぎ問題ですよね。だから、うん、特にあのダメだなって思ったのが、ハザードランプの周りにあのエアコンであるとかドライブモードとかパークアシストとかそういうあのボタンが集約されていましてですね、サンキューハザードみたいのをタコとした時にわけわかんないボタンに触れてしまうと、そこに置くっていう、しかも静電タッチなんで、あの触れただけで反応してしまうという、この超絶ポンコツ具合なんですよ。人間工学に基づいたあのインテリアの理念でフォルクスワーゲン作ってたはずなのにどこ行っちゃったっていう感じですよね。まあとにかく5タッチが多いっていうところは、まあちょっと今までゴルフ5、7.5 と3代目の所有となりますけど、ここまで操作性が悪くなったのは、なんか本意ではないというか、往年のゴルフオーナーとしてはちょっと残念に思う部分ですね。まあ、あとはその内気循環とかそういったものも結局メニュー呼び出しになってしまっているんですよね。あのタッチセンサーとか液晶の中に集約されてしまっているので、内気外気の切り替えであるとか、そういったその風向切り替えとかは、タッチのメニュー、このクライマーのメニューから呼び出して、変えなければいけないというような状態。まあオートにしておけば、まあ大概大丈夫だとは思うんですけども、まあ細かい設定とかをいじりたい場合は、やらなければいけないと。あとナビのマップボタンに戻る、一発戻るボタンがなくてですね、物理スイッチがなくて、まあ、この×ボタンを押したりとかっていうタッチ液晶の中から、まあ、戻らなきゃいけないっていうところの煩雑さもあり、そこは、だから内装に関してはちょっと厳しめの評価になってしまうと。あと、フルデジタル液晶メーター、まあ、デジタルコックピットプロという、まあ、新しい、インターフェースに変わったんですよね。メーターが今まではアクティブインフォディスプレイっていうものだったんですが、ぶっちゃけ退化してるというところですね。以前のアクティブインフォディスプレイでは、2眼のアナログメーターの中央に地図が表示できて、任意で拡大縮小できたりということで、で表示する、サブ情報みたいなものも結構カスタムできたんですが、今回もカスタムできるんですけど、中央の部分に地図が表示できなくなっていると。で地図表示は一応全画面で表示できるようにはなっているんですけども、そうすると、左右の情報が一気に少なくなってしまってですね、任意の拡大縮小ができるんですが勝手に縮小してしまったりとかですね、なんかとにかくなんか謎仕様なところが結構ありまして、その辺は前のアクティブインフォディスプレイの方が見やすかったなっていうのは正直な感想ですね。ただいい部分としてはですね、この C セグメントのコンパクトハッチバックのクラスにもかかわらずですね、トリプルゾーンのエアコンが標準装備になっているというのは、すごくいいなと思いました。言うたらこれアクティブっていう比較的ベーシックな1リッターのモデルからトリプルゾーンのエアコンになっていたりとか、あとはまあこちらにはヘッドアップディスプレイも装備できたりとか、このクラスとしては相当装備が充実しているなという部分もあるんですけど、まあその基本的なそのコストダウンなのか何なのか分かんないですけど、まあ、タッチ液晶のところに全部集約しすぎちゃった感がありですね、使い勝手の部分が後退してしまっているというのはすごく惜しい部分だ。続いて、ユーティリティの評価なんですけれども、こちらも80点ということで、まあ、これはまあ可もなく不可もなくと、この、クラスに、まあ、そんなに、巨大な積載性を求める、車でもないと思いますし、まあ、あの高さが変えられるラゲッジボードでですね、辛い位置にすることもできるし、深さを、変えることもできる、
ラゲッジボードになっているので、この辺はね、まあ先代同様使い勝手は、まあラゲッジに関してはまあ本当に先代と同じと、プラットフォーム自体は MQB というね、フォルクスワーゲンのプラットフォームを、キャリーオーバーして使ってたと思いますんで、その辺は、使い勝手は変わらずと。まあマツダ3とか、言うたら CHR とか、あとはカローラ、スポーツとか、あの辺とまあ同じカテゴリーにはなりますので、そういった車とかから比べると、まあラゲッジスペースも広い方ですし、トランクスルーをまあ中央の部分だけ4対2対4のような形で分割稼働できるっていうのも国産の C セグメントの車にはない機能となっていますし、ポケットエリアに関してはまあそんなにあるわけではないですけども、まあシートバックポケットも運転席助手席の方もあるしということで、まあ標準的な80点はつけられるんじゃないかと思います。そして走りの評価なんですけれども、こちらは90点と、ここはすごく評価できる部分だと思います。今回から ETSI というね、 1.5 リッター TSI エボープラス 48V のマイルドハイブリッドというね、贅沢仕様がまあ、このゴルフに搭載されていると。言うたら1リッターの、アクティブの方にも 48V マイルドハイブリッドが追加されていて、上質な乗り味になっている。実は私まだ1リッターのモデル試乗してないんですけど、マナブさんとかの話を聞いてると相当仕上がりも良さそうと。まあそもそもですね、アウディの A3 に、搭載されているのが同じ1リッターの3気筒プラス 48V なんで、あれがねむちゃくちゃ良かったんで、まあ悪いわけはないとは思ってましたけども、まあ相当いいと。そしてこの 1.5 リッターの ETSI も相当いいと。で、まあ、絶対的な出力はやっぱ1リッターよりもこの 1.5 リッターの方がいいと思いますし、まあリアサスが、ね、1リッターの方は、トーションビームなのに対して、こちらの R ラインとかスタイルに関しては、マルチリンクになるということで、まあ、足回りがどう変わるかは、ちょっとわかんないですけども、まあ、この、セグメントにおいては相当走りはいいのが、まあ、ゴルフですね。その辺はさすが、かつてから C セグメントのベンチマークと、言われていただけのことはあるなと。じゃあここから、キックダウンスイッチまで踏んで加速してみましょう。車音声に関してはもう高級車以上に静かかも。でロードノイズに関してもまあそこそこは聞こえてきますけども、このクラスの平均からしたらよっぽど静かだと思いますし、窓方向からの車音声はもうめちゃくちゃ静かですね、だって100キロで走っててこれだけ声張らずに、多分音声もクリアに入ってると思いますけど、風切り音がとにかくすごい抑えられてるっていうのがこのゴルフの、今回の特徴だなと思いました。結構今日風強いんですけど相当静かと。で一方ですね、その燃費に関してはその期待していたほどでもなくですね、まあ、現状今ね高速だけを300キロぐらい走ってきたところではですね、リッター 19.4 ということで、高速燃費に関してはまあ合格かなと思うんですけども、納車3ヶ月半で2000キロぐらい走ってるんですけども、その時点での、平均燃費がリッター 13.4 ということで、まあうちね、結構な、まあ、3分の1とまではいかないですけど、あの高速を走っていてもですねリッター 13.4 ということなんで、まあ、マイルドハイブリッド化していたとしてもですね、むちゃくちゃ燃費がいいかと言われると、まあやっぱそこはねストロングハイブリッドとかに比べるとまあ 12-3 程度という感じで、まあ、もしかしたらフォルクスワーゲングループの車って、3-4000キロ走るとあのエンジンに当たりがついてですね燃費がだんだん良くなってくる傾向にありますので、もうちょい走り込むと燃費も良くなるんじゃないかなと思います。でもやっぱねこのちょっと、8になって軽めになったハンドリングなんですけど、カスタムモードで、いろいろねその辺はステアだけは重めにするとか、
いろいろ選べますので、まあ、ただね DCC パッケージとかついてないんでサスペンションの設定とか変わらないですけど、まあ、この標準のサスペンションでも、まあ、17インチを履いてるという影響もあってかですね、まあ、比較的マイルドと。 R ライン結構固めっていう風に言う人いますけど、個人的には全然気にならないですね。これ、うん、これを硬いって言ってたら多分世の中の車相当硬い車ばっかりになっちゃうんじゃないかなって思うんで、全然あのコンフォートな部類だと思います。そして運転支援の部分でも、まあ、トラベルアシストという風な形で今回から、アダプティブクルーズコントロールのとあとレーンキープしてくれる、機能がトラベルアシストという名前になりましたが、ボタン一発起動になってます。この辺はまあいいですね。ただそのキャンセルが分かりづらいというのはちょっと以前のインプレッションでもしましたけども、キャンセルってボタンがないんですよ。だからこのトラベルアシストもう一回押してキャンセルになるわけでもなく、じゃあどうするのかというと、このなんか O スラッシュ L なのか I なのか、このボタンを押すとキャンセルされるんですが、これ押すとキャンセルされます。でもう一回そのボタンを押すと、これねクルーズコントロールのボタンなので、アダプティブクルーズじゃなくてクルーズコントロールのボタンなんで、ACC が無効になっちゃうというね、ちょっとねわけわからないボタンルールになってるんで、この辺もちょい煩雑ですね。でしかも、これでキャンセルをしてリジュームボタンを押すと、そうするとトラベルアシストがオフになっちゃうっていう、もう一回トラベルアシストのボタンを押さなきゃいけないっていうね、ちょっとこの辺のアルゴリズムは一向の余地ありなんじゃないかなって。このアダプティブじゃないクルーズコントロールのボタン正直いらないですし、んだったら普通にキャンセルボタンが あればいいだけじゃないかな。でキャンセルでリズム押すとトラベルアシストが復旧するっていうような仕様でいいんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、それを去っておいてもですね、走りという面に関しては、安全装備、運転支援、そして、普通にこのドライブフィール含めて、非常に満足していると。まあ、ただ燃費がちょっと凡庸というところの減点を考慮すると、まあ、90点ぐらいかなというところですね。なんで本当に走りに関しては上質だから、走る曲がる止まるっていうところの満足度は非常に高いなという印象です。そこは本当満足してます。そしてね、ちょっとここでカットインで挟んでおきたいと思いますが、昨今ね私納車された車ではテストしている、駐車時の緊急ブレーキテストを今回ゴルフでもやってみました。そしたらですね結構優秀な結果が出ました。まあマヌーバーブレーキっていう風な感じで表示されていましたけども、要は静止物に対する、駐車時の緊急ブレーキしっかり作動しました。そして、ぶつかる前にちゃんと止まりました。これ何回かテストやったんですけれども、フロント、リアともにしっかり止まって、しかも何秒後かにクリップが発生して走っちゃうっていうこともなく、無事に、停止保持されていたということで、これはね、20万あげたいと思います。ただしこれにはちょっとね、理解しておかなければいけない特性というのがありまして、いろいろねちょっと試してみた結果、ブレーキを踏まずに、後退なり前進をしていった時にはマヌーバーブレーキ、効いてガーンと止まるんですが、薄くでもですねブレーキペダルを踏んだままゆっくり下がっていくとそのままぶっかっちゃいます。マヌーバーブレーキ作動しません。これは知らないと大体みんなあのバックで駐車して下がっていくときって、あのうっすらブレーキ踏みながら下がっていくことって多いと思うんですが、そういうような状況だとこの緊急ブレーキ作動しませんのでご注意くださいということです。これはねちょっとね試してみないと分かんないですね。こういう実験してる人っていないんじゃない？すごくない？ワン速チューブって自画自賛なんですけど、いやこういうデータは定量的にこれから取っていきたいと思います。あの段ボールがぶっ壊れるまであの足踏みステッパー あの健康のために買ったねあの足踏みステッパーの段ボールなんですけど、あれがねボロボロになるまでちょっと使っていきたいと思います。この前メルセデスはあの段ボール引き潰しましたんで、
あのいつかあのボロボロになっちゃうと思うんですけど、それまでちょっとあの段ボールで粘って、実験していきたいと思います。今後ねちょっとやり過ごすとベゼルとかもあの段ボールテストしてみたいと思いますので、ご期待ください。ということで、ゴルフはあの駐車時の、静止物に対するブレーキ、緊急ブレーキ作動すると、ただしブレーキペダルを踏んでないという条件のみということになりますので、ご注意ください。いやでもねいいと思います、うん、メルセデスとか止まらなかったですからね、あの GLB とかね、 GLB とかもなんか条件によってはなんか止まってたこともあったような気がしたんですけど、何の差なんだろうなとは思いますけどね、まあ、ただあの状況下でぶつかってしまっていたら、まあ、多分、まあ、普通ぶつかっちゃうという感じだと思うんで、まあ、今後ちょっと今はもう GLB は売っちゃったんであれですけど、他の、車、メルセデスの車とかでもテストする機会があればちょっとやってみたいと思います。ちょっと段ボール持って市場に行くわけにはいかないんでなかなか難しいとは思いますが、まあ、ちょっとやっていきたいと思います。ということで、フォルクスワーゲンゴルフ8Rライン、納車3かけ3の満足度、総合評価、おすすめ度と言ってもいいと思いますが、やってみたいと思います。おすすめ度はダン79点ということで、ちょっと80点つけらんないかなという気はします。まあ、大きいところの減点部分としてはナビの減点が特に大きい。それ以外ではまあメーターとかが若干退化しているとはいえ、言うたらあの国産トヨタとかレクサスとかの、メーター周りよりはるかに先進的ですし、表示できる情報も多いというところは評価できると思いますが、ただゴルフ乗りからするとなんで退化しちゃったのっていうところは若干疑問でもありますし、この辺のエアコンとかドライブモードとかのインターフェース周りのちょっとゴタッチが多いというところは、まあ、結構減点という感じですね。あとはそのシート、パワーシートがないとか、そういうところは価格に対する、満足度っていう点では R ラインとしては、まあ、80点はちょっとつけらんないかなと、万人におすすめっていう感じのところまではいかないかな。80点以上超えてればあの万人におすすめ、太鼓判っていうところは言えると思うんですが、私ちなみにあのおすすめ度90点つけてる車って多分まだないと思うんで、大体みんな80点台だとは思うんですが、79点と、ちょっと惜しいということですね。これが例えば1リッターのアクティブとかだったら、80点つけてもいいんじゃないかなと、価格的なところも含めてですね、ベースグレードで、言うたらトリプルゾーンがついてて、でヘッドアップもつけられてとかっていうような、ものだったら逆に80点以上つけられるかなと思うんですが、 R ラインこと上位グレードってなった時には、まあ、パワーシートとかはつけられたらよかったのになと思うところ、ただシートヒーターとステアリングヒーターはついているので、この辺はまあいいと思います。厳しめの採点とはなってしまいますが、オーナーさんはちょっと気をね悪くされないでほしいんですが、ただですねこの辺もあのゴルフだけ乗っていれば慣れてくる部分でもありますし、まあ、ゴタッチとかも、まあ、しちゃうかもしれないけど、もう体の方が慣れれば問題ないとは思いますんで、あとは、ね、夜もちゃんとアンビエントライトも、まあ、30色ぐらいから選べたりとか、結構あのいい部分ももちろんあります。なので走る、曲がる、止まるっていう、基本的な性能の部分は非常に満足度が高いと思いますので、それをね重視される方っていうにはまあおすすめですよね。言うたら BMW の1シリーズとか2シリーズとかよりも運転支援とかに関しては優れていますし、あれね BM のね1シリーズとか2シリーズはあれないんですよね、レーンキープ機能がなかったりとかするんで、そういうのから比べるとはるかに優秀な車にはなっていますので、まあ C セグメントのコンパクトハッチバックで走りを重視する方であればですね、もっと言ったらアウディの A3 よりもあの価格に対する満足度はゴルフの方が高いんじゃないかなと思います。まあちょっとね辛口な
評価にはなってしまいますが、ちょっと忖度をせずにですね、お届けするというのが、まあ、未然に起きったオーナーとしての、まあ、正直な感想というところで、昨今、昔は確かにゴルフって本当に国産車の同セグメントと比べてもやっぱ段違いにもう走りの動的質感が違って、うん、やっぱり走りゴルフいいよねって言えてた部分があったんですけど、最近国産車の走りの動的質感も良くなってきちゃってるんで、そうなるとすごくその価値の部分、動的質感だけで選ぶっていうところまで、突出できないような状況になってきちゃってるなっていうのは正直な感想なんですよね。内装の質感においてももうゴルフはもうオーバークオリティだよねって昔は思うぐらい、やっぱゴルフ7出た時とかの、まあ、同セグメントの車と比べてもめっちゃ内装いいじゃんって言えてた部分もありましたし、ポロとかにおいてはさらにその傾向は強かったんですけど、昨今フォルクスワーゲングループちょっとやっぱ質感オーバークオリティっていうところまではやっぱいかなくてですね、まあ79点ぐらいかな。お好きな方はやっぱドイツ車のこの高質な乗り上げで、かつ 48V のマイルドハイブリッドの上質な感じが好きな方はぜひ、乗って、多分走りに関しては絶対満足できると思いますんで、あとね、見た目もかっこいいというところで、評価できるんじゃないかなと思います。またね、納車後インプレッションは引き続きやっていきたいと思いますが、やっぱ昨今ね、その納車直後よりもまた後に納車される車と比較しても評価の点数っていうのは相対的に変わってきたりとかするんで、結構なんかノートオーラとかの質がだいぶ良かったんで、走りの動的質感とかもあれは結構だからいい物差しにはなってますよね。 B セグメントのコンパクトハッチで、本当なんか日産よく頑張ってるなと思うところではあるんですが、いろいろ切磋琢磨しながらですね、お互い良くなっていくといいなと思うところです。今回のね、辛口評価になっちゃいましたけれども、こういうそのオーナーならではの評価がいいねと思った方は、いいねボタン、そしてチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。車でも何でもね、欲しいと思った時は買い時ですからね。車買って経済回していきましょう。それではあなたの物欲を支援する車買うチューバーワンタップチューブ、次回もお楽しみに。